自由な表現が禁じられた時代に自分の絵を貫き続けた男がいた。人が喜ぶ絵を描くのでそんなに悪いことか。こんな日まで絵を描く気か。描く。こんな日だからこそ。170年の時を経て謎に満ちた彼の生き様が今明かされる。北斎。